こんにちは、ルイです。本日の試合は、2対1で負けです。まあ、投手戦とはね、まあある程度予想はしてましたけど、まあ打てなかったですね、今日はね。まあいい試合ではあったと思いますし、まず、先発ね、村上ということで、6回を投げて、被安打3、三振4、無四球1失点ということで、まあ1本4回にね、宮崎にホームラン、打たれちゃいましたけど、まあその1点だけで抑えたし、でもね、本当にいい球投げてるし、まあストレートもね、良かったし、コントロールも良かったと思うんですけど、本当にかわいそうなぐらい援護がないんですよね、最近。今日もだって6回1失点だったらやっぱりね、勝ち投手つけてあげたいじゃないですか。だけど、まあ相手のピッチャーもちろん良かったんですけどね、いいピッチャーなんで、もちろん簡単に打てないんですけど、まあでも、できるだけね、こう村上の時に、援護がないなーっていう時、試合が多いですし、まあ本当に頼むよって感じですけどね、本当にこう、ピッチングだけ見てればね、こう村上も本当に2桁どころじゃなく、こう15勝とかね、本当にできるピッチャーだと思うんですけど、まあ援護がないとね、できないんですけど、まあでも本当に今日もね、素晴らしいピッチングをしてくれたと思うんで、また次回ね、また調整して頑張ってほしいなと思います。で、打線の方は、まず初回ね、まあ、DeNA 先発、東を、攻めてね、ノイジーが先制タイムリーを、打ってくれたし、まあ、このタイムリーもね、本当に、逆らわずに逆方向ね、素晴らしいバッティングでしたしね。で、まあ、この1点だけだったんですけど、で、まあ、7回からね、まあ、継投というとこで、まあ、鍛冶屋が、1イニング、被安打2、1失点ということで、まあ、2アウトから、失点だったんですよね。まあ、ヒット打たれて、長打、ツーベースで帰ってこられたんで、まあ、ちょっとノイジーもね、打球処理もたつきましたし、まあ、でも、あそこなんでインコース構えたのかなっていうのはあるんですけどね。まあまあ、そこはもう結果論なんでね、まあ、しょうがないんですけど。まあ、鍛冶屋もちょっとツーアウトからだったんでね、ちょっともったいないなと思うんですけど、まあ、また次回ね、まあ、頑張ってほしいなと思います。で、8回は、桐敷が登板して、3分の2回、被安打1、三振1つ、無失点と、いうことで、まあ、いつも通りね、まあ、いいピッチングで、まあ、よく投げてくれたんじゃないかなと思います。で、その後ね、宮崎に回ってきたんで、まあ、石井に帰って、まあ、宮崎をしっかり、ね、まあ、2球でライトフライに打ち取ったんですけど、まあ、石井が今日登録されてね、帰ってきたんで、とりあえずいいね、朗報ですね、いい兆しというか、まあ、復帰後初登板でしたけど、まあ、2球しか投げてないんでね、ちょっと状態わかんないですけど、まあ、ある程度大丈夫という判断で上がってきてるはずなんでね、またこれからね、またちょっと頑張ってほしいなと思うし、中継ぎもだいぶね、疲弊してはいると思うんで、石井も、戦力には十分なるんで、まあ、頑張ってほしいなと思います。で、まあ、打線はね、まあ、1点ですけど、まあ、ヒットは9本出たんで、あと1本出なかったなというね、感じですし、まあ、ただ、本当にチャンスがありながら、相手の守備がめちゃめちゃうまくて、まあ、特に6回の場面、ワンアウト満塁で村上に回ってきたんで、もう思い切って代打ね、まあ、同点の場面でしたし、代打を出さざるを得ないというところで、みえちゃんを出したんですけど、まあ、見事にね、11球ね、掘らしたんですけどね、粘りに粘ったんですけど、最後、まあ、痛烈な打球だったんですけど、サード宮崎、ファインプレーでゲッツーに打ち取られるっていうね。まあちょっとこれはまあいい当たりだったいいバッティングだったんですけどね。まあこれももう相手のね、宮崎の守備を褒めるしかないですし。まあだからこそこう村上本当は7回も行けたんですけどね。6回81球だったんで、球数も全然大丈夫でしたしね。まあちょっとこう打順を巡り合わせで交代となってしまいましたし、そこもちょっと噛み合わなかったですけどね。でまあ8回とかもね、本当にこう、その後3塁の場面で大山を迎えて、ストレートね、本当にうまく捉えたんですけど、今度は牧のね、もうワンバン非常に難しかったんですけど、まあ体もうまく使って取って一塁送球アウト。もう本当にこれはもう脱帽ですね。昨日菊池の守備にやられたのに、今日チーム変わってまでまた守備にやられるのかっていう感じなんですけど、まあもうバッティングみんなね、こう、点は取れなかったですけど、悪くなかったと思うんで、実際こう悪い負け方ではないと思ってるんでね。まあ1点ですけど切り替えられるっていうね。結構捉えた人もね、多かったしね。まあそこは別に、まあ悪くないかなと思うんでね。ただね、一個やっぱり今日、まあ多分まあ SNS でもね、多分かなりこう話題になると思うんですけど、9回のね、こっちの攻撃で、まあテルが、まあ今日スタメンにテル戻りましたけど、まあヒット打ってね、まあ、ダイソー熊谷を出して、盗塁するんですよ。で、一回、セーフのジャッジになったんですけど、まあタイミングもね、
際どかったんで、DeNA 側がリクエストしてきたんですけど、まあ、映像をね、普通のね、プレイの段階では、まあ、なかなかちょっと早くて見えなかったですけど、まあ、みんなスローでね、見てると思うんですけど、まあ、スローで見たら、まあ、タイミングは、まあ、本当に微妙ですし、ただ、送球がちょっとね、二塁方向にそれたんですよね。で、強打がね、ベースカバー入ってたんですけど、まあ、送球がそれたことによって、ちょうど強打の体が二塁ベースの前に来たんですよ、足が。で、熊谷の足がベースに届かなくて、それでアウトみたいな判定になってしまって、ちょっと納得いかないですし、まあ、岡田監督もね、本当に必死に猛抗議してたんですけど、まあ、それはするわなっていう感じですし、まあ、正直もう、不運っていうね、運がないとしか言いようがないんですけど、まあ一応、走塁妨害とかもね、こう見てくれてはいたらしいんですけど、まあ、妨害認められず、普通にアウトに、しかも覆ったっていうのがね、ちょっとこう、どうなのかなっていうの、タイミング的にも、まあ一回セーフのジャッジだったんで、まあ、そんなにアウトになるっていう確信のないタイミングでしたし、普通にタイミングも多分セーフだったと思うしね、まあ、熊谷もね、しょうがないっすよね。強打の足、まあ体がベースの前に来ちゃったら、それはベース踏めないですし、まあ走者としてはちょっと辛いですよね。あれはね、もうどうしようもないですし、スライディングもしてるんでね、強打を避けれるかって言ったら、そうでもないし、もう飛び越えるのも絶対無理やしね。そんな、どうしようもないから、ちょっと、ちょっと終わり方が嫌だったですよね。この9回のこの判定がなく、普通にこう、9回打てずに終わるんやったら、そんなにまあ悪い負け方じゃないなと思ったんですけど、この9回のこの、まあプレイがあったんで、ちょっと嫌な負け方やなっていうので、明日にちょっとこう、繋がらなければいいなっていう感じなんですけどね。引きずらなければいいなっていう感じをしてるし、これ多分、まあ阪神ファンだけじゃなく、まあ例えば DeNA ファンの人たちもそうですしね、どう思いましたか本当に。まあ他のファンもそうですけど、まあ見てた人はどう思うんでしょうね。本当に妨害だと思うんですけどね、僕はね。まあちょっとこれは怒りますよ、もちろん。それはもう笑えないです、これは。本当に。この試合内容がね、こう悪くなかっただけにっていうのはあります、正直。あれタイミングもね、アウトだったらいいんですけど、タイミングもセーフな気がしたんで、まああれでタイミングがもしアウトだったら納得して、まあまあしょうがないかってなるんですけどね。タイミングもセーフやったからこそちょっと本当にもっと納得できないようになってしまったし、もちろん強打もわざとこう、あそこにね、こう、行ったっていうのは多分ないと思うんで、それは走塁妨害するとか、そういう意図はなかったと思うんですけど、まあたまたま送球がそれてあそこに体が行ったっていう感じだと思うんですけど、でも あれでね、走塁妨害ならなかったら、みんなあそこで止めに行ったらいいじゃないですか。まあ送球がちょっとそれても、まあ、強打みたいな場所で、取ってアウトにできるんだったら、盗塁めちゃめちゃ減りますよね、成功が。まあ、そのキャッチャーの送球次第っていうのもあるんですけどね、もちろん。まあ、あれでアウトになっちゃちょっと困るなっていうのがあるんでね、これはちょっとまあ、もちろんこう、意図的にね、こう、妨害っていうのがなかったっていう判断でしょうけどね。まあ、ちょっとこれは、っていう感じですかね。本当に、引きずらなければいいなっていう本当に率直な願いなんですけどね。ちょっとなかなかこう、不甲斐ない負け方とかだったらいいんですけどね。ちょっと納得できない負け方なんでね。まあそれがちょっとどうなのかっていうのもね、まあありますけど。まあもう言っててもしょうがないんでね。まあ終わったことなんですけどね。まあでも今日のちょっとこのプレーはね、本当に今年一番納得できなかったかなっていうプレーになっちゃったんでね。もうこれはここまで言わせてもらいましたけど。ということで、まあ明日ね、先発、青柳で、DeNA 石田ということで、また、今度青柳ね、ちょっと前回京セラね、ヤクルト戦不甲斐なかったんで、まあちょっとこう、まあ実績のあるピッチャーなんでね、頑張ってもらいたいですしね。まあなんとかもう抑えてくれっていう感じですね。もう本当にずっとこうローテ回ってくれてたピッチャーなんですけど、今年ちょっとね、思ったように行ってないと思いますけどね、本当に。とりあえずね、青柳に期待したいなと思いますし。まあ、石田に関しては、ね、今日は東だったんですけど、まあ、似たような感じの球種のピッチャーなのでね、石田もね、まあ、ストレートがあって、まあ、スライダーもあって、まあ、カット系もあるかな、まあ、カーブもあって、まあ、チェンジアップもあるっていう感じで、なんで、まあ、もちろん投げ方とかはね、もちろん東とは違いますけど、まあ、雰囲気、球種的にはね、一緒のタイプなんで、まあ、なんとかね、攻略できたらいいなと思いますし、まあ、相性的にはね、まあ、
ちょっと悪いぐらいなのか、あんまり良くはないと思うんですけど、まあなんとか打てたらいいなっていう感じですし、まあまずは青柳のピッチングですね。まあちょっとこう、今日こういう終わり方になってしまったんで、まあとりあえず青柳はね、まあ今日のプレーとか見てると思うんですけど、まあ本当にとりあえず自分の投球をするっていうことだけを考えてね、まあ登板な、して投げてほしいなと思うし、もう打線の方もね、本当に引きずらず、今日は内容自体は本当に悪くなかったと思うので、まあ明日もね、引き続き、思いっきり全力プレーをね、していってもらいたいなと思うし、まあとりあえずもう明日、勝ちましょうということで、まあ明日も僕もまた全力でね、応援したいなと思います。ということで、本日は以上になりますけど、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また皆さんのね、意見も、今日のプレイについても、コメントお待ちしております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。